強力な反応、水面下より姿を現します。これがゴジラ。記録に残されているものと同個体かは不明です。ゴジラは何を狙って、まさかジェネレーター。ジエナジのジェネレーターがあるこのエリアへの上陸も、それなら説明できる。もともと奴の研究から生まれたものです。奴にとっては格好の餌なのかもしれません。もしくはゴジラにとっては同族嫌悪なのかもしれません。ゴジラが生まれたきっかけも、失礼しました。いいのです、今はあらゆる可能性を考慮しなければ。災害レベル1を閣議決定します。我が国を守るのです。これよりレベル1対応に入ります。ゴジラ攻略の突破口が見つかるかもしれません。第3部隊、攻撃を開始してください。今宵攻撃に移る。収集班から回収催促が来ています。ゴジラ第3区画に到達。切り替えることでゴジラのデータを収集することができます。
ず。第4部隊、攻撃を開始してください。ジェネレーターの出力はゼロになりました。ゴジラ、上陸時よりも大きくなっています。吸収した純度の高いエネルギーが成長を促進しているのでは。やはり餌場を求めての上陸と考えられそうです。なんてやつ。けれど60年間の上はこの程度で癒されるとは思えません。ゴジラは何かを感じ取っているようです。ゴジラはどこへ向かうのでしょうか。相手は地球の仲間だ。愛を持って対応しなければね。エリア内にゴジラ侵入。やはりジェネレーターが狙いのようです。餌を与え少し叱ってやれば帰って行くだろう。我が家のワンちゃんも同じでね。ゴジラ、第二規格に到達。
回収催促が来ています。ゴジラとは異なる巨大な反応。推定到達時間は60秒です。そんなゴジラ以外にもこんな存在が。この地球はどうなっているの。巨大ロボット、沈黙しました。敵を倒して満足してくれればよいのですが、やはりジェネレーターが目的でしょうね。映像を切り替えることでゴジラのデータを収集することができます。ゴジラ第6区画に到達。収集ポイントに入りました。データの収集により
ゴジラ攻略の突破口が見つかるかもしれません。ゴジラ第五区画に到達。機能停止。当エリアのジェネレーターは残り1機です。ジェネレーターは全て破壊されました。当エリアゴジラにより壊滅。飼い犬に手を噛まれた気分だよ。侵攻予想区域の住民の避難は完了しています。ゴジラ、侵攻を開始しました。侵攻ルートは予想通りです。ゴジラとて我々地球の仲間だ。手荒な真似はしたくない。機能停止しました。ゴジラ第2区画に到達。第4部隊攻撃を開始してください。
切り替えることでゴジラのデータを収集することができます。データ収集が完了。しました。怪獣現れました。モスラです。しました。敵を倒したゴジラはやはり狙いをジェネレーターに移すのでしょうか。you
された模様。ジェネレーターは全て破壊されました。ゴジラはなおも健在。実に悔しいね、気持ちが通じないなんて。